スベン・マグヌス・エン・カールセンは、ノルウェー出身のチェスのグランドマスター。2013年から、チェスの世界王者。ノルウェーのベストフォール県の都市、トンスベルグにて、シーグラン・オーエンとヘンリク・アルベルト・カールソンのもとに、生まれる。両親は共に、エンジニアで、1998年に帰国するまで、仕事のため、フィンランドやベルギーなどヨーロッパの数カ国で過ごした。 マグノスが5歳の頃に父親がルールを教えたのをきっかけチェスを始める。最初に読んだチェスの教科書はベントラーセンの著書だという。1999年にノルウェーの国内選手権に8歳7ヶ月で出場。2004年に史上3番目の若さである13歳4ヶ月でグランドマスターになった。2010年1月に初めて世界ランキング1位になった。 2013年11月22日、インドのチェーン内で開催されていた世界ジェス選手権で、世界王者のビスワナータン・アーナンドを6.5から3.5で破り世界王者となる。なお22歳11ヶ月での王者は、ガルリカスパラオフに次ぐ、史上、第2位の若さであった。2014年5月のレーティングでは、歴代最高記録となる2882をマークした。 ありがとうございます。